こんにちは、しゅんじです。今日はですね、新しく出ましたカミカミコレクション全4種類見ていきたいと思います。ネットでねコンプしてるのを買いました。はい、カミカミコレクション新商品こちらの4種類なんですけど、前回4種類ね面白い表情の、恐竜だったんですけど、今回2種類がちょっと面白い表情になってて、あとの2種類はなんか普通ですね。で、恐竜の種類もこれ新しいの移転ない、もうなんか以前出た恐竜の種類になってるんで、まあちょっと色は違いますけどね。なんか新しい恐竜出して欲しかったですかね。では早速見ていきます。ではね、トリケラトプスから見ていきます。まあカミカミコレクションおなじみですね。この後ろのところを押すと、こう口がね開閉するアクションがついてて、で後ろまあ特にない、これ、あ、これね、カミカミコレクション2って書いてましたね。普通のカミカミコレクションではないんだ。ではカットして取り出します。トリケラトプス取り出せました。色は薄い、グリーンカラーに、あとフリルのところ茶色カラーの柄が入ってて、背中にも、赤茶色の、柄が入ってますね。で、以前出たねトリケラトプスは、赤茶色カラーと、あとねキラキラグリーンカラーバージョンのトリケラトプスでしたね。こうやって並べるとこんな感じ。まあ、どれもねかなり個性的なカラーにはなってるんだけど、で今回のは落ち着いた色になってていいですよね。トリケラトプス目がクリクリ、あ、表情ね、僕ね普通って言っちゃったんだけど、くちばしのところがちょっとおかしい、なんか怒ってそうな顔になってた。あ、ごめんなさい、変わってる。なんか通常モードじゃない、これ。ちょっとヘンテコな表情の、トリケラトプスになってましたね。あと目の大きさが全然違いましたね。これクリクリですね。で、なんか怒ってますよ、これ歯見えてるもん。で、フリルの後ろのところを押すと、口が開閉するようになってて、で、歯が見えてね、口の中、舌もあったり、この辺の造形はね、すごいいいですね。で、トリケラトプスの特徴的な3本の角があって、このザラついた肌の感じなんかね、この辺よくできてますよね。で、足、前後の足が稼働するようになってて、爪のところとか、細かい塗装は、これはされてないですね。で、あと、後ろの尻尾が左右に動くようになってます。カミカミコレクションね、こうどっかにこう噛ませて、こうやってね、ぶら下げて飾ったりすることができるんで、すごい可愛いです。これもね、表情なんか通常版と変わりませんって言っちゃったんだけど、これちょっと違いますね。通常版今回ないんだ。ちょっとやっぱり、ヘンテコじゃないけど、面白い表情の恐竜フィギュアになってるようです。こちらバリオニクスでは取り出します。はい、バリオニクス取り出せました。色が黄色カラーに、あと、頭の上、体の上のところが、焦げ茶色カラーの、バリオニクスですね。なんかパッと見、グリムのお母さんみたいなね、色に見えたけど、ちょっと違うかな。前に出た、カミカミコレクションのバリオニクス、これがグリムですね。すごいこの目の周りがね、赤くなっててかっこいいバリオニクス。で、この鋭い目になってるんですよね。めっちゃかっこいい。で、あと、鼻の上のところがキラキラしてるバリオニクスですね。はい、こちらの2種類が、カミカミコレクション出てて、で、今回はこちら。かなりね、明るめの色になってて、可愛いですね。では、近くで見ていきますね。目がね、やっぱりクリクリになってますね、今回の。だいぶ大きいですね。あとね、上顎のところから歯がね、めっちゃ見えてるんだけど、前のはね、そんなに見えてないんですよ。この辺が変わりましたよね。めっちゃ出てますね。はい、これもなんかちょっと怒ってんのかな？なんかそんな表情にも見えますよね。ちょっとイラッとしたね。なんかそんな表情に見えるな。はい、で、この目の上のところボコッと膨らんでて、ちょっとなんか眉間にシワ寄せてそうな、なんかそんなね、そんな表情にも見えますよね。で、後ろのところ突起があるんで、押すと口ガバッとね、開くようになってますね。はい、これで噛みつかせることができるようになってますね。はい。で、あと、前足、後ろ足が稼働するようになってて、この後ろ足ね、爪のところが綺麗に、黒色に塗装されてます。尻尾ね、左右に稼働するようになってますね。さっきのトリケラトプスとこちらのバリオニクスめちゃめちゃ怒ってますね。で、前回ご紹介した4種類はなんかちょっと眠たそうだったり、ね、ちょっと面白い顔してたんだけど、今回のは怒ってるバージョンなのかな？これもめっちゃ怒った表情になってる。こちらベロキラプトル。早速取り出してみていきます。
ベロキラプトル取り出せました。こう色はね、赤茶色って言っていいのかな。ね、で、背中のところには、茶色の柄がね、入ってますね。前に出ました通常版の、ベロキラプトルグリーンカラーになってて、ね、かっこいいですよね。前回出た、新しいベロキラプトルは、ちょっと不安げな表情の、ベロキラプトルになってて、めっちゃ可愛かったんですよね。これは、青色ですかね。青カラーのベロキラプトルになってましたね。あとブルーもいってるんだけど、ブルーはちょっとね、数多いんで、ちょっと並べるのやめときますね。はい、3体並べるとこんな感じ。わー、今回のかなり顔怒ってますね。こうやって並べるとよくわかるけど、めちゃめちゃ怒ってる。いや、この表情かなり怒ってますよ、ベロキラプトル。どうしたんだろう、なんかこう嫌なことあったんでしょうね。で、歯もね、ちょっと見えてて、すごいな、この表情。で、後ろに突起があって、こう押すとね、口が開閉するようになってますね。はい、で、ちゃんと歯もね、ずらっと並んでて、かっこいいな。いやー、すごい、なんか面白い、この表情も。で、背中のところに柄があって、あと、前足、後ろ足が稼働するようになってて、後ろ足にはこの特徴的な鍵爪があるんですけど、この形いいですね。また綺麗に爪のところ、後ろ足は、塗装されてますね。で、尻尾左右に稼働します。で、最後4種類目。前回のね、カミカミコレクションで新しく、恐竜の種類としては登場したディモルフォノンなんですけど、今回もラインナップに入ってきましたね。ね、かなり不気味な色になってるけど、紫色のディモルフォノン取り出せました。頭の上と、背中のところ、あと翼部分が青緑カラーになってますね。で、前回ご紹介したディモルフォノンこちらです。茶色カラーのディモルフォノンで、この目の周りとかにね、柄が入っててすごい可愛らしい色になってましたね。で、表情的にはなんだろう、ちょっとふてぶてしいと言いますかね、なんか嫌な目してましたよね。いや、でも個人的には僕ね、これ大好きなんですよ、この表情。なんかね、可愛いっすよね。で、今回のとちょっと並べてみるとどうなんだろう。今回怒ってるシリーズって僕勝手に言ってるんだけど、怒ってるのかな。なんか目の形はすごい似てるけど、怒ってそうにないけどね、前回のと同じじゃないのかな。多分ね、ディモルフォドンは前回と同じ形、ただふてぶてしさはありますよね。はい、この目の形いいよね。で、後ろの突起を押すと口がガバーッと開くようになってて、で、歯がね、歯がずらっと並んでて、で、あと、口の中には舌がありますね。テカテカの舌があります。そう、ディモルフォドンも前足、後ろ足が稼働するようになってて、この翼のところのね、形が本当にかっこいいですね。で、背中のところちょっとふさふさっとしたね、形になってて、で、後ろの尻尾、こう上に上がってて、これがね、左右に稼働するようになってますね。そう、ディモルフォドンのみ、前回と同じ形、ただ色が違うだけでした。こちら10月に新しく発売されましたマテルジュラシックワールドカミカミコレクション2全4種類はなんとですね、表情がみんな怒ってる。あの、ディモルフォドンは前回と同じ怒った感じそんなないけど、うん、他の3種類はもうめっちゃ怒ってる感じ出てましたね。この怒った表情の恐竜もね、良かった。前回のちょっとなんかおちゃらけた感じのね、フィギュアも良かったけど、いや、これ面白かったですよ。次どうなるんだろう。次泣いてる恐竜のフィギュアとかなんか出てきそうですよね。と、次はね、スコーピオスレックスとか、なんかその辺、あと、コンピーとか出ても面白いかもしれませんね。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。